ここは惑星地球にあるエゲレス情報部、通称ウメニャン6。エム、なんか用事か？いやー、ボンド中佐。最近は平和すぎてここも暇っすねー。暇なのは君だけだ。それよりも銃を出したまえ。銃っすか？この前もらったワルサー PPKS。使ってみたらコンパクトでよかったっす。気に入りましたよ。気に入ったところ悪いが、その銃は回収だ。これ、ダットサイトも付けられるようにして、もう体の一部なんすけど。それをいきなり返せって、ひどくないすか？前のベレッタだって返してもらってないし。業務命令だ、返しなさい。ひってえよなぁ。お役所はこれだから。中佐、君にはこっちを使ってもらう。今度は何すか？ PPK シリーズはもう古い。ウメニャン6では P99 を採用したのだ。フルサイズの銃すか？そうだ、相談数も含めて新しい方が優秀だろう。そんなもんすかねえ。せっかくコンパクトな銃に慣れていたのに。東京マルイ、フルオート電動ブローバック、ワルサー P99。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。やあ、ジョニーズ・ボンドだ。ジョニゾンと呼んでくれ。さて、こいつが PPK の代わりに支給されたワルサー P99 だ。たく、オイラからベレッタを取り上げといて、あっという間にこいつに変更だってさ。PPK のコンパクトさに慣れてたのに今後はこのフルサイズの P99 を使うことになった。こいつのレビューをどうぞ。はい、そんなわけでこれが Amazon で3489円で販売されている東京マルイ製の10歳以上向けフルオート電動ブローバックのワルサー P99 です。フルカラー印刷のかっこいい外箱ですね。フルセミの切り替えができるシリーズです。それでは開封してみましょう。まず、いつもの取扱説明書が見えてきました。当然ながら説明書はオール日本語なのでわかりやすいです。イラストもたくさん使われています。動かすには別途単4乾電池が4本必要です。電池は別に準備しておきましょう。トイガン本体の方を見ていきましょう。0.12g の BB 弾が付属していますが、プラ弾なので外で遊ぶ場合は別途バイオ弾が必要です。その他の付属品としてはクリーニングロッドが入っていました。P99 本体を見ていきます。全体的に艶消し黒で仕上げられていて、10歳以上用の低価格トイガンですがかっこいいです。コッキングインジケーターは無稼働ですがきちんと赤く塗られています。マズル部分に目を移すと、しっかりとライフリングが造形されていていいですね。インナーバレルはアルミ製っぽいです。ワルサー P99 ダブルアクションオンリーの刻印があります。フロントサイトは固定式、スライド上面には PPK のように反射防止のセレーションがあります。リアサイトはアジャスタブルに見えますが実際は固定式でサイトピクチャーはこんな感じです。なかなか見やすいですね。左側面に戻るとこの辺りの文字のモールドはオリジナルでしょう。セミフル切り替えや東京マルイの文字のモールドがあります。この辺りはちょっとがっかりですね。セミフルの切り替えについてはこの文字モールドの真下にセレクターがあります。セレクターを前にするとセミオートで、後ろ側にするとフルオートになります。セレクタースイッチは軽いですがクリック感もあって操作しやすいです。マガジンキャッチやスライドストップレバーはアンビになっていますがモールドだけで稼働しません。東京マルイ製の電ブロ共通の仕様ですね。グリップのイボイボパターンがかっこいいです。先ほど説明した乾電池4本はここに入ります。グリップに電池を格納する構造なので、マガジンはフルサイズではなく割り箸タイプになります。BB 弾は16発入ります。マガジン側に電池やモーターまで入れば造形的にはもうちょっとリアルになりますかねー。右側を見てみましょう。右側にはネジが見えるのが興ざめポイントですが、あまり目立たないのが好感が持てますね。それでは実際に動かしてみましょう。
このシリーズはグリップの中指が当たる位置にセーフティーがついていて、ここを押さえながらでないと、トリガーを引いても動きません。電動なのでトリガーを引くと通電してモーターでスライドが交代するので独特な打ち応えです。スライドの交代量が2、3センチくらいなのもちょっと残念ですね。ガス風呂のようなガツンとくる衝撃もありません。でもこの大きさにシリンダーを内蔵して電動でエアコッキングしているのですから見事です。フル音にしてみます。この動き方はさらに電気式のおもちゃっぽさを感じます。でも10歳以上向けのトイガンとしては悪くないと思います。BB 弾を入れて実際に撃ってみましょう。推奨されている BB 弾は 0.12g 弾です。こういったローダーを使うと弾ごめしやすいです。マガジンリップにローダーを上から押し当てて入れていくだけでスムーズに入ります。総弾数は16発です。ただ16発入れると、マガジンの収まりが良くなく、マガジンが外れやすい気がしました。この後の試写シーンでそれがわかります。今、カチンと奥まで装填しました。これで撃ってみると、16発リュウグウにするとマガジンが外れやすい気がするんですよねー。あれ？フルオートでした。ね、弾が出ないでしょ？カチンと押し込んだはずのマガジンが少し外れちゃっていたんです。きちんとセミオートで撃てました。フルオートにしてみましょう。フルオートも快調ですね。でもスライドストップ機能はありません。初速を測ってみましょう。42.6。またマガジンが外れてしまったようです。76.6。素晴らしい初速が出ましたがご計測でしょうね。44.6。43.4。43.6。残りはフルで打ってみます。最終弾の初速は秒速 43.1 メートルで発射サイクルは1分あたり357発でした。初速は秒速43メートル前後、発射サイクルも1分あたり350発付近で安定していますね。ガスではなく電動なのが安定した性能につながっているのかな？さすがは東京丸井製、10歳以上向けでも安定した性能が素晴らしいです。ただ、小さなお子様が使うことを想定しているためか、持った感じはかなり軽いです。重さを測ってみましょう。317g しかありません。ガス風呂のトイガンに慣れているとかなり軽く感じます。マガジンを外して銃本体だけだと。304g。マガジンだけだと。12g しかありません。構造的に鉛板を仕込むスペースはなさそうですねー。これは下手なカスタムなどはせずにこのまま遊ぶのが正しい使い方でしょう。総合的にはかなり気に入りました。はい、いかがだったかな？ 10 歳以上向けのトイガンだからね。性能や動き方については残念な部分が多いよね。特にマガジンがフルサイズではなく、こういう割り箸タイプなのは興ざめだ。ただ、こうやってスライドを引いてそれっぽいアクションもできる。雰囲気が盛り上がるよね。10歳以上だけど、小さなお子様向けには危なくないし、面白いんじゃないの？お子様にはこういうギミックが大事でしょう。ネジ穴が気になる以外は外観も悪くない。あとは実際に弾を飛ばす銃のおもちゃとしての性能がどうかだよね。それじゃあ、特設シューティングレンジに移動してみよう。
やあ、ジョニーズ・ボンドだ。特設シューティングレンジに来たので、ここでグルーピングチェックをしてみよう。ドノーマルの東京マルイ製ワルサー P99。フルオート電動ブローバックだ。弾は 0.12g のプラスチック弾が16発入っている。最初はセミオートで撃ってみる。ターゲットまでの距離は屋内4メートルだ。行ってみよ。ここから撃つぜ。様になっているだろ。ちょっと待ってくれ。前がよく見えない。今度は大丈夫だ。やっぱ、ダメだ。そう。見えないんだよ。オイラたちエゲレス情報部の工作員は、工作作業中に敵国のスパイに素性を知られないようにこうしたマスクで変装している。でも、このマスクは前がよく見えないんだ。視界がすこぶる悪い上に、スパイとしてのかっこよさは大事にしたいから、どうしてもさ、サングラスとかかけたくなっちゃうじゃん。この可愛らしい目は威圧感がないんだよね。だから変装用のマスクをかぶった上にさらに黒いサングラスをかける。そうすると余計に前が見えない。スパイってきつい仕事だよな。でも、しょうがないからこの状態でグルーピングチェックを続けさせてもらいます。残りはフルオート。割とまとまりが良かったぜ。セミとフルトで上下に分かれたが、それぞれでまとまっている。実はこの変装用マスクを装着しないで撃つとセンターの赤丸付近にもっとまとまるんだよ。この映像を撮影する前に試写したんだが、そっちの方がかなり結果が良かった。だから下手に変装しているオイラよりも変装していないちびっ子たちの方が当てられると思うぜ。距離4メートルまでならこいつはかなりおすすめだぜ。いかがだったかな？よかっただろう。グリップも持ちやすいし、サイトも狙いやすい。この握りやすさは何なんだ。素晴らしい。いいだろ？下手にフルオートでパカパカ連射するより、セミで気取った方がオシャレだぜ。外観もかっこいいしね。PPK に代わってウメニャン6がこれを正規採用したのもわかる気がするなぁ。もうちょっと小さい方がオイラの好みだけどね。それじゃあ、ごきげんよう、また会おう。それにしても、この手にしっくりくる握り心地は素晴らしいな。ちょっと戻りたまえ。おいおい、今度は一体なんだよ。どうしたんすか？呼び戻してすまない。別にいいんすけど。すまん、さっきの銃は返してくれたまえ。ウメニャン6ではこいつに装備返したんじゃ。いいから返したまえ。そりゃあないでしょう、オイラもこいつを使いたいですよ。まさかオイラにだけ意地悪して最新装備を使わせない気じゃ。何を言っているんだ。やあ、トリプルオーセブン。やあ、キュー。君にはこっちを使ってもらう。どういうこと？この箱にも P99 って書いてあるけど。君のような器の小さい人間には、小さな銃がよく似合う。ちょっと何言っているかわからない。それって褒めてないよね。なんだかなー。